スラーのグレードが G4WD になります。外装から移していきます。鉄筋になります。タイヤの溝もまだ少し残っています。次に内装を移します。走行距離は162,215キロです。ナビです。テレビです。 SD カード、テレビ、 Bluetooth オーディオ接続可能になります。オートエアコンになります。プッシュスタートです。オートライトになります。衝突軽減防止システム、横滑り防止スイッチ、アイドリングストップになります。ETC もついてます。収納ボックスです。グローブボックスになります。助手席下の収納もこのようになっております。シートリフターになります。スマートキーです。以上です。ありがとうございました。